ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は1万円で購入することができる Android タブレットをご紹介します。メーカーはユンタブで、モデル名が K107 となります。このメーカーはスマートウォッチやアクションカメラ、そして今回ご紹介するような格安のタブレットを多く扱っているメーカーです。今回ご紹介する K107 も格安のタブレットになります。スペックとしては、CPU が MediaTek の 6580、RAM が 1GB で ROM は 16GB、ディスプレイは 10.1 インチで解像度が 1280×800 ドット、OS は Android 5.1 となります。その他、機能的なところでは、microSD カードスロットも搭載している上、SIM カードについてもデュアル SIM に対応しています。また、格安タブレットとしては珍しく GPS も搭載されています。Bluetooth も 4.0 に対応している上、Wi-Fi としては 802.11 の BGN まで対応しています。最新の AC には対応していません。そして価格は現在の Amazon 販売価格で約1万円となります。スペックとしては CPU が6580ですので、Antutu としては2万点ぐらいのスペックになります。基本的なことであれば全く問題なくすることができるんですが、欠点としては RAM 容量が 1GB しかありませんので、この点が少し全体の動作を遅くしてしまう可能性はあります。このタブレットのイメージとしては、格安のスマホのディスプレイサイズを 10.1 インチに大型化したような端末になります。RAM 容量が少し少ないという欠点はあるものの、このサイズのタブレットが1万円で買えるというのはかなりお得です。動画視聴専用のタブレットとして使ったり、何か Bluetooth 機器のコントロール用の端末として使うなど、用途を限定するならかなり快適に使えるタブレットになっています。なお、今回ご紹介したユンタブの K107 というタブレットですが、販売店のリンクをこの動画の概要欄の方に貼っておきます。その他詳細なスペックや実際に購入された方々の口コミを調べたい方はそちらもチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。